山白雲科は雲目の分類群の一つ。雲目中唯一、口から糸を吐く雲を含んでいる。丸っこい東京部と腹部に、やや長くて、細い足を持つ雲。白から褐色で、黒い反紋を持つ例が多い。単性域類で、古い板はなく、目は六個、爪は三つだが、下爪が不明瞭になっている。東京部は楕円型などで、中央が丸く盛り上がり、 頭部と区別する溝などはない。六個の目は左右に二個ずつ、中央に二個が互いに接近して並ぶ。顎は短く、外貨はない。牙はごく小さい。ふわしはいずれも細くてキャシャで、トゲを持たない。腹部は楕円形など、特に目立つところはない。覆面では、諸肺が一体、機関肝は左右融合した一個が糸いぼの前にある。 糸イ,イボの前イボの間にはっきりした間イボがある。糸イ,イボはいずれも長くない。オスのフレッシュ期間は簡単で、肺葉が発達し、不節の基部に女性能がつく。メスの生殖期には交尾能がなく受性能は複数。夜行性のものが多い。家屋性のものは床下や物陰などで見つかる。屋外性のものは石や、 倒木のもと、落葉草などに生息し、ホラー穴や樹上から見つかるものもある。まばらに糸を引いた、不規則蜘を張るものや、感情の巣を作るものもあるが、網を張らない、徘徊性のものが多い。この蜘蛛の特徴は、糸を吐く点にある。英名もスピティングスパイダーと、これにちなんでいる。通常の蜘蛛は、腹部末端にある、糸イボから糸を出し、その点ではこの蜘蛛も同様で、 網を張る場合の糸はこれである。だが、獲物を捕らえる際に、この蜘蛛は、口から粘液のついた糸の塊を吐く。これは、ジグザグ状の形で対象に張り付き、獲物の動きを止める。網を張る種でも、獲物を捕らえるのはこの粘液である。蜘蛛はこの状態で獲物に噛みつき、獲物が動かなくなると、糸を外して食べる。なお、この糸は、 毒船の変化した部分から作られ、この雲の膨らんだ東京部には大きな毒船が含まれる。メスは数十個程度の卵を薄く糸でまとめた卵のを作り、口の下に抱えて守る。卵のはフレッシュで挟んで固定し、さらに糸イボからの糸で係留している。黒山白雲では孵化した妖精をメス親が守り、救仕も行う。 家屋製の浴衣山白雲は世界的に分布するが、これは人意分布と考えられる。それ以外のものは熱帯から亜熱帯に多く、特に近年は南アメリカから多くの種が発見されている。古くは糸雲かをこの都がにまとめたが、現在ではそれぞれに独立化とされる。 しかし両者は今も禁煙なものと考えられており、顎に外科がなく、牙が小さいこと、下唇が胸板と融合すること、まとっきがあることなどが共通の特徴とされる。現在では4族190種ほどが記録されており、そのほとんどが山城雲族のもとに記載されている。ただしこの群は多系統と考えられ、今後の検討を要する。日本には以下の二族三種が知られる。 それ以外の種については、山城雲かの属種の項を参照されたい。この章は、種として、青木監修、2011、P52 から53、ヤギ沼 P18。ありがとうございます。